はい、こんにちは、レトスノーです。今回は分筆登記と合筆登記について解説いたします。これは土地に関する登記なんですけれども、分筆登記っていうのは一つの土地を二つ以上に分けることを言います。で、今一つって言ったんですけども、土地の数え方の単位っていうのは一筆二筆とか一筆二筆というふうに筆とか筆とかこういった言葉を使うんですね。なので、まあ、一筆の土地を二筆に分ける、一筆の土地を二筆に分けると、まあ、いった内容、これが分筆登記ですね。で、一方で合筆登記は二筆以上の土地を一筆にまとめる、これが合筆登記になります。まあ、逆ということですね。で、まず分筆登記からいきます。分筆登記の申請ができる人って誰かというと、この二人です。表題部所有者または所有権の登記名義人、まあ、どちらかです。表題部しか登記していないと、つまり権利に関する登記をしていない場合は表題部所有者、権利部まで登記をしているというのであれば所有権の登記名義人、例えば保存登記をした人だったりとか、あとは所有権移転登記、つまり土地を買った人ですよね。まあ、そういった人とかが分筆登記を行えます。地上権者は分筆登記行えませんので、この点は注意をしておきましょう。で、今この分筆登記申請できる人は誰かという話で、表題部所有者もしくは所有権の登記名義人しかできないと言ったんですけれども、それ以外に申請ではなくて登記官が職権で分筆登記を行う場合もあるんですね。登記官っていうのは法務局という国の機関で登記に関する事務を行っている人です。まあ、公務員ですね。その方が自らの権限で分筆登記ができる場合があるんですね。それはどういった場合かっていうと、土地の一部が別の地目だった場合、もともとこの土地地目山林でしたと、でもある時この所有者が一部を田んぼにしていましたと、まあ、そういった場合、まあ、登記官が見てですね、あ、これちょっと違うぞと、現況と違うぞといった場合、分筆登記を職権ですることができます。こちらを山林、こちらを田、田んぼの田ですね、というふうに分筆登記をすることができますよという話です。で、続いて合筆登記ですね。合筆登記のポイントは、合筆登記できない場合、これがポイントとなってくるので、1から6まで全て頭に入れておきましょう。まず隣接していない、今この土地は隣り合ってますよね。なのでこれ合筆できるんですよ。でもこれが離れている、2つの離れた土地、これを合筆登記するってことはできないという話です。また地目が異なる場合、こっちが田、田んぼの田、こっちが山林、これを合筆するってことはできませんよって話ですね。で、3つ目が所有者の持ち分が異なる、これ共有の場合なんですけども、2つ共有の土地があって、 A さん B さん、これは持ち分半分ずつ、一方でこっちの土地は持ち分が3分の1と3分の2、まあ、そういった場合ですね。こういった場合も合筆登記できません。また所有権の登記がある土地と所有権の登記がない土地、これも合筆登記できません。あと所有者が異なる、この所有者っていうのはこの所有者一緒なんですけども、表題部所有者または所有権の登記名義人を指します。この所有者が異なる場合ですね、異なる場合も合筆登記はできません。で、最後、所有権以外の権利、例えば抵当権だったり、それついていて、で、その内容が異なる、どちらにも抵当権はついているけれども、こっちの抵当権者は A さん、こっちの抵当権者は B さんといった場合、この場合は合筆登記できないんですね。同じ内容であれば合筆登記できるんですよ。同じ内容っていうのは抵当権者だったりとか、まあ、債務者だったりとか、あと受付番号とか、あと年月日ですね、まあ、そういったものが全て同じというのであれば、これは合筆登記することはできますよ。まあ、つまり、まあ、ある所有者が A さんからお金を借りました。そのお金を借りるにあたって、この2つの土地を担保に入れて抵当権を設定してあげたといった場合、この抵当権って内容一緒ですよね。こういった場合っていうのは、抵当権ついていたとしても、これ合筆登記できますよと、まあ、言った話です。
全く別の定等権が設定されているというのであれば、これについては合筆登記できませんよという話ですね。で、この1から6、1つでも該当する場合は合筆登記できませんので、ここ注意をしておきましょう。まあ、以上が分筆登記と合筆登記のポイントになってきます。まあ、内容的には難しくないので、出題されたら確実に得点していただきたい部分なんで、しっかり頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。